はいどうもアイラントです。お久しぶりです。カバンがということで、本日まだ罰ゲームではございません。最近全然撮影してないから。ほんましてなかったっすもん。昨日もだってほんまは3本撮影予定やったんですけどね。したね。来れんかったね。なんかやらかしましたよ、ね、昨日やらかし、ちょっと財布忘れて博多駅着いて新幹線か、チケット買えんやってなって家戻って、そしたら家の鍵も家の中に忘れてて、オートロックやから家に戻れず、で秘書のミカルンが鍵持ってる家のね。そう家ので、あでもああかん、今長崎向かってるわって、で入られへんと、入られへんってなって、めっちゃ久しぶりに寝カフェで6時間過ごした。寝カフェで何してたんですか。え何してたんですか。漫画読んでた。ちゃんと寝カフェしてるやん。時間潰すことしてるやん。それで何読んだんですか、ちなみに。えワンピース。なんか何なんかほんまに初期に戻ろうとしてる。そんな一日でしたけど、まあ、今回なんですけれども、まあ、アイランドチャンネル、まあ、バラバラで過ごしてますやん。宮古島、福岡、大阪、滋賀バラバラで過ごしてますやん。でもなかなか撮影日程は合わないし、まあみんなが揃うことで多分年内ほんま最後の方なんですよね。ってなってきたらもうちょっとコニッちゃんも演者にせなあかんやん。でやっぱコニッちゃんって身なりで言うと、まあ、髪の毛ボサボサで眉毛地でヒゲデブ悪口爪長い。爪長いってなって切ればいいやん。爪長いで、なんか毛質とかもなんか硬い。なんかコニッちゃんとバーって歩いとったら、こいつなんか知らんけどなんか近寄ってくるんですよ僕に。歩いとったらじゃあ手とかスンって触れてくるんですけど、ほんまにピタッてなるんですよ。嘘やそんな硬い。硬い。たかが指毛で痛いですか。確かに胸毛とかやばい。胸毛やばい。ちょっと見しちゃって、こんな感じです。うわやばい。すごやばい。しかもなんかグーじゃなくてなんかそう全体にあるっていう生え方が。コニッちゃん使うってどんな企画がいいと思います。もうまあザ・童貞というか、あザ・モブみたいな感じじゃないですか。そうやね。コニッちゃん、ちょ一緒に5個先取ってくれ。いやいや俺いつもこれ気持ち悪いわ今。やってやる。同じ格好やな。気持ち悪いってならんやろ普通。俺もなんか知らんけどこうしてる。ヒゲないヒゲに憧れてる。童貞感あるっしょ。あそうやね。童貞じゃないっすけどね実際。わかんないっすよ。えわかんないっすよ。そこのイキリあるんや。普通俺童貞じゃねえしっていうイキリはあるやん。童貞かもしれんぞ俺は。そんな逆張りの息にある。だからもうこいつは完全に逆に生きようとしてるから。なんで本日こんな企画を用意しました。本日の企画、写真撮ってくださいって言ってきた童貞の携帯にコムドットから電話かかってきたらどんなリアクションするのか。コムドットです。やるやろな思って。はい、ということで、まあ、小西みたいな風貌の人間に、まあ、写真撮ってくださいって頼まれること自体ないんですけれども。こいつ一人がなんで写真撮んのっていう話ですけども、まあ、そういう人もいるでしょうということで、まあ、小西ちゃんがね、まあ、ちょっとこうやってみましょうか。写真撮ってもらっていいですか。ああ、全然。じゃあはい、はい、チーでしょ。ただ写真撮った人よ。まあ今みたいに写真撮ってる最中に上通知でコムドットユータから電話通知が来ます。いや写真撮ってるおそらくコムドットを知ってるであろう若い女の子は、えっコムドットユータから電話かかってきてますよ。でコニッちゃんが出ますと出てた時にどういうリアクションするのか、こんなやつがコムドットとつながりあんのか。そのような企画になっております。まあ、おしゃはね、ちょっと今日なんか福岡に途中で帰らなあかんので、じゃ早速、今からもう価格はコニッちゃんに変えましょうか。はい、うん、それでは、コムドットから電話かかってくる、やってきまーしょー。はい、
じゃあ一回ちょっと練習しましょうか。おしゃは驚いてください。コムドット、うん、こんにちゃんに頼まれるから。すいません、はい、今あの旅行で大阪来てて、はい、あの記念でちょっと写真撮りたいんですけど、あ、はい、ちょっとあのヘップ前写真撮りたいんで、カメラお願いしてもいいですか。全然大丈夫です。コムドットから電話が出ていいですか。あ、こんにちは。すいません、急に声かけて。なんか今友達と待ち合わせでここにおるって言ったんですけど伝わってなくて、なんか顔つきの僕の現地が分かる写真撮ってくれって言われたんですよ。ちょっと写真撮ってもらってもいいですか。お願いします。ごめんなさい、すぐ終わるんで。あ、こっち背景でこの辺が分かれば。ごめんなさい、ちょっと確認するんですけど、ちょっとごめんなさい、電話出てもいいですか。すいません。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。あ、ちょっとまだごめんなさい、今日の編集できてなくて、で、まあ明日から編集入るんで、どうしようかな、明後日にはちょっと送りさせてもらおうかなと思ってます。あ、どっか行ってくださいあ、はいはい、ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。はい、コムドットです。こんにちは。すいません、今ちょっと大阪で旅行来てて、ここの写真撮ってほしいんですけど。ちょっと申し訳ないです、なんかヘップ前の。あ、僕を撮ってほしいんですよ。なんかヘップと僕が分かるように。え、電話、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってもらっていいですか。ごめんなさい、すぐ終わらせます、すいません。あ、もしもし。あ、ごめんなさい、ちょっと撮影中なんです、ちょっと今まだかけるから。切ります、切ります、切る切る切る、後で後で、はい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 、コムドットです。はい、すいません、申し訳ないです。はい、ちょっとお願いします。はい、はい、あ、ちょっと顔 NG の女性なんですけれども、あのコニッちゃんって言うんですけど、コニッちゃんが写真撮ってくださいって言ってきたじゃないですか。コムドットって言ったから電話かかってきたのは見えました。って言われました。ああ、言われました。どんな感じで思いました。え、Google で今調べました。え、どういうこと。コムドットでなんかメンバーの人かなって思って。おあ、そういうことね。で、まあ、ちょっと信じた感じですか。でもお前ではないやろって感じでさあ、はい、俺やっていい。ああ。俺が一回やるわ。お願いします、うん、こんにちは、ちょっとだけいいですか。僕一人で今ちょっと大阪来てるんですけど、そこ写真撮りたいんで、ちょっと写真撮ってもらっていいですか。あ、ここら辺背景で、ちょっと一人で恥ずかしいんですけど。何枚か、はい、ポーズ決めていいですか。電話来ました。誰？あ、もしもし、お疲れ様です。あ、どないしました。あ、僕ちょっと今日大阪おるんですよ。はい、なんでちょっと無理っすね、今日。いや、多分今日帰るので、多分9時ぐらいとかですかね。はい。はい。はい。ごめんなさい。写真、いいっすか。
ートです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。ちょっと、企画やってて、はい、写真撮ってくださいって言ってきた人がコムドットから電話かかってきたらどういう反応するのかって企画なんですよ。ですよね、うん、写真撮ってもらっていいですか。どこで、あ、なんか大阪だよ的な感じの、分かる、もうどこでもいいです、どこでもいいんですよ。あの証拠、証拠写真撮りたいんで、ちょっとだけいいですか。何枚か、あ、おいっす、お疲れっす。あ、今大阪っす。はい、今日東京っすか、大和さん。あ、そうなんや、わかりました。ちょっとまた今日また帰るときに連絡します。ちょっと今ごめんなさい、切ります。はいはい、お願いします。あ、どういうポーズがいいですかね。知らん、あ、知らん、それは。コムロットです。あ、コムロットです。え、コムドットです。